皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学1日5問問題練習の第48日です。では問題を見ていきます。括弧1、次の計算をしましょう。丸1、5足す括弧マイナス2括弧の3乗引く3の2乗ですね。これでは指数のついている累乗の部分を先に計算します。5足すマイナス2括弧の3乗というのはマイナス2かけるマイナス2かけるマイナス2のことですね。これ計算するとマイナス8ですね。そして引く、この3の2乗は3だけを2回かける、3かける3で9ですね。つまり5引く8引く9、こうなって5引く17、答えはマイナスの12と、このように計算できるわけです。丸2番です。 4a 足す3足す 5a 引く1ですね。文字のついているものを前に持ってきて並び替えをします。 4a 足す 5a 足す3引く1ですね。 4a 足す 5a は 9a、 足す3引く1はプラスの2ですから、9a 足す2というのがこの計算の答えです。括弧に a イコール3 b イコールマイナス5の時、 2a 足す 4b の値を求めましょうと、こういう問題ですね。この 2a 足す 4b というのは 2×a 足す 4×b のことでしたから、この A のところに3を代入、 B のところにマイナス5を代入して計算していきます。 2×A は3ですから、3足す 4×B はマイナス5ですから、マイナス5、こうなりますね。2、3が6足す 4×マイナス5はマイナス20ですね。6引く20となるので答えはマイナスの14と、こう計算ができるわけです。括弧3番、次の計算をしましょう。丸1、 7x 引く3引く 3x 足す2とね、多項式の引き算ですね。この場合はこの引くの部分を足すね、足し算に変えると下の段にある文字式の符号が変わります、ね、ここの多項式の符号が変わりますと、ここを足すにするとこの 3x というのは、これ正の数ですから負の数になって、引く 3x 足すには引く2、こうなります。 7x 引く 3x なのでこれは 4x ですね。マイナス3引く2ですから、マイナス5と、 4x 引く5というのが丸1の答えです。丸2番です。マイナス 2a 足す6引くマイナス 5a 引く1、ここでも同じようにこの引き算を足し算に変えます。そうすると下の段の式の符号が変わって、引く 5a マイナス 5a はプラス 5a 引く1は足す1となりますね。とマイナス 2a 足す 5a となったので、これは 3a、 6足す1は7なんです。で 3a 足す7、これが答えということです。括弧4番です。次の計算をしましょう。丸1、 5x×4 と、ね、文字のついている部分と数字の掛け算ですね。この場合は数字は数字同士を掛け算して文字を書きます。ですから数字は5ですね、かける4かける x と、こんなふうに考えますね。 5×20×x ですから 20x、 こうなります。丸2番、マイナス a×6 ですね。マイナス a というのはマイナス 1×a のことですから、マイナス1かける6かける A、
このように考えて、マイナス 1×6 はマイナス6ですから、マイナス 6a、これが丸2の答えということです。括弧5番です。x 本の鉛筆を1人に4本ずつ y 人に分けようとすると2本足りません。この関係を文字式に表しましょうと。こういう問題です。x 本の鉛筆があって、それを1人に4本ずつ y 人に分けるんですね。じゃあ、分けたい本数というのは、この本数かける人数ですから、4×y。これが実際に分けたい本数ですね。つまり 4y。でも、これだと足りないということですね。2本足りないので、x 本と 4y を比べると、4y の方が数が大きくなっているということがわかります。そうすると、x から 4y を引くと、これ足りないんですね。足りないのは2本ですから、マイナス2と。こんな式が出来上がります。もう一つ、ね、こちらの方が多いので、4y から x を引いたら、ね、2本になるよと、こちらの式でも構いません。どちらでも正解になります。よろしいでしょうか。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。